はい、皆さんこんにちは。前回行き詰まってしまったので、今回また新しく街を作ろうと思います。前回の失敗を踏まえて、今回はゆっくりと作っていきたいと思います。よいしょ。では作っていきましょう。で、前回なんですけど、自分アフターマスっていうゲームをやっていて、結構工場とかの付近がそのゲームだと汚染されるんですけど、それのちょっと感覚がついてしまってて、こっちの方でも工場の近くは汚染されると思って遠ざけてたんですけど、まあそういうこともないみたいなので、今回は最初の方の場所ですね、にここに近い場所にいろいろ作っていきたいと思います。それで、人がですね、できるだけ拠点に近い方がしっかりと動けるみたいなので、拠点に近いところに立てて、ここから移動距離が少ない感じで行けるようにしたいと思います。よいしょ。3人いるな。ではやっていきましょう。ハテナは多分探索の場所なんですけど、すげえ近くにあるな。とりあえず立てよう。それと同時に食料系も何か作っていきましょう。まずは採取ですね。あとはどうしようかな。で、作業エリアはここら辺で邪魔なものをどかしてもらわないと何も作れませんね。ですね、これも最初はもう伐採だけにして木をいっぱい集めようと思います。こちらの方が問題だな。よいしょ。で、生産物は布でいいでしょう。こんなもんかな。で、子供が大人にどんどんなっていって15人までは増えると思いますので、まあ問題なくやっていけるのではないかと思います。で、15人になったぐらいで、そうですね、家とか建て始めようかな。しまったな、ここ1個ずれちゃったな。いっか、こっちの方に行けるようにしとくか。あと何を建てないといけないんだ。住宅の前に建てたいのは畑か。畑を作って、食料をしっかりと確保したいと思っています。どこだろうな。で、畑は今のところ 16×16 マスまでは作れるのかな。それ以上だとちょっと作れないですね。よいしょ。できたら2つ作っとこうかな。よいしょ。こんだけあれば多分大丈夫じゃないのかなと思うんですけど、農夫2人にして、なんだろうな、ピーマンと、こっちは何を作ろうかな。トマトでいきましょう。布は十分できてきてるので、まあ、ある程度布ができたら次金属にして移したいと思います。これ早く回収してくれないとあれだな。ダメですね。人もちょっと出てきたので、次にマスクを作るために、これだ、資源仕立て小屋とこの炭焼き
工場を作りたいと思います。あ、すごい、なくなった。どうしようかな。人を移せるように少し開けて、こまめに道を通そう。よいしょ。で、炭焼きを作ったので、次仕立て屋を作ろう。流れでこっちでいいかな。よいしょ。これだけ作っておきましょう。よいしょ、こんなもんか。人手がいないのかな。これとこれを一人ずつ入れときましょう。で、食べ物がちょっとやばくなってきましたね。もう少し食べ物をどうにかできるようにしていきましょう。最初はこれか。で、あとは、ま、魚釣りの家を作るか、まあ、狩猟小屋ですね。魚釣りは、看板作るとどうしようもないので、狩猟小屋を作っときましょう。よいしょ。これで、いくか。で、水はいっぱいあるし、木はまあまあか。で、ツールと、防護服系ですね。これがちょっとありますね。セーマスクチュー。で、畑2つで食べ物今補ってますけど、多分少ないので、これを変えていきたいと思います。どっかに動物がいれば、それを捕まえてくれます。いないな。動物いないな。動物いないの？あ、ここにいるな。ここにいますね。ヤギかな。ヤギとなんかいた気がするな。よし。15人になりましたので、こっから人口を増やすために少し人を入れれるように家を作っていきたいと思います。ただこれもなんか家も、いろいろあるんですよね。工場とかの近くだと、ここに出るかな？立地の魅力っていうのが減る。こういうのがありますので、立地の魅力が減らない程度に作っていきたいと思います。どうしよう。こことここで、真ん中に道を通すか。で、最初15人へ足りないんですけど、最初の15人を全部埋めようとしたら、家は8個ですね。8軒。8軒家を建てれば収まります。これで4つなので、こっち側にも4つ建てましょうか。2。よいしょ。これで多分この15は消えると思います。ただ、こっからは子供とかも増えて食料がいっぱい減りますので、しっかりと食料を確保していかないと厳しくなりますね。物流で道路も通しておくか。よいしょ。で、ちょっと様子を見てみましょう。はい、家の方全部建ったので、ここの家への不満は解消されましたね。
それでですね、干ばつ来たかな。池の水が干上がってますので干ばつが来てます。でこの間は水と食料が結構減るので気をつけないといけません。あと子供がまだ生まれてませんので、子供が生まれないと人口増えませんので、しばらくこのままです。まあこのままでちょっと様子を見ればいいですね。で採取小屋は干ばつの時は全部なくなるので、何も取れない状態ですね。今頑張ってるのは畑と狩猟ですね。こちらで頑張っています。とりあえず子供が生まれましたね。生まれていかないことには何も人も増やせないので、できないんですけど、そろそろ生まれ始めていっぱい生まれてくるので、食べ物と水特に気をつけないといけませんね。狩猟小屋雨戻ってきたので、そろそろ生えてくるかもしれません。金属を作ってますが、今度からプラスチックにしましょう。でプラスチックを作っていけば水ですね。こちら飴を集める装置が作れるので、これをちょこっと設置していきたいと思います。はい、子供たちもだいぶ成長して、もうすぐ大人になるのが近づいてきましたね。ここからは、あとは雨水装置も作っていきたいと思います。ではここは建てれるかな。どうしよう。こっち側に建てとこうか。よいしょ。雨水を集める装置を作りたいと思います。で、食料も1000ありますし、水の方もある程度まだあるので大丈夫だと思います。ただこれを早めにですね、ちょっとアップグレードして、給水塔にしたいと思っています。まあそうするとちょっと炭とかも足りなくなるので、ちょっと大変なんですね。で、どうだろう、もうすぐ大人になって人が増えますので、資源回収から工房ですね、これを作って、工具の方も補充していきたいと思います。大丈夫かな。資源は廃棄がまだありますけど、木がちょっと少ないですね。木の範囲がだいぶ収まってきてしまいました。作業スペースを変えて、とりあえず木は今伐採だけですね。数が足りないので、子供たちが大人になり始めましたね。では、職人の方を少し増やすのと、あと漁師を増やそうかな。よいしょ、19になりましたね。アップグレードはできるかな。アップグレードしましょう。それと同時にですね、牧場を作って食料を増やしたいと思います。牧場を作ろう。よいしょ。家とかツールがなくなってきましたね。ツール、これは簡易ツールじゃなくて金属製のツールを作っていきましょう。で十分まだ人が割り当てれるはずなので、これを機に少し集めていきましょう。炭焼きを少し増やして、廃棄ですね、廃棄からいろいろ工具とかを作れるようにしていきます。まず工具を作るための金属ですかね。布も少なくなってきたな。ちょっと2つ回せるかどうかちょっとわからないですけど、いきましょう。そしてあれか、建設の方人だいぶ減らしてたので、
建設の方も人を戻しましょう。工具が足りなくなっちゃったな。食べ物はこの人口でもまだ大丈夫そうですね。1000人は超えてますのでいけると思います。このアップグレードって終わったか。ろ過をしていきましょう。これで、水の放射線を、放射能ですね。これを削除します。で、この人を回して、今なんだこれ、プラスチックなので、金属と布を作っていきましょう。ツールキットが全然追いついてないな。人は増えたので、ツール工場を増やします。あとどうだろうな。とりあえず領主を増やしておくか。家がないですね、これ。家がないのどうしようかな。まだ放置しときましょうか。あ、ちょっと干ばつになっちゃった。で、動物を、ヤギ。どこだっけ。領主は、ここか。これを捕獲モードにして、ヤギかなんかを取りましょう。なんかいるかな。これか、これヤギいますね。ヤギを捕獲しましょう。干ばつきましたけど、野菜とかが2つ今回早めに作ってあるので、問題なくいけてますね。どうだろう、捕獲できたかな。まだか。あ、捕獲したな。これ捕獲しましたね。よし、捕獲したので牧場でヤギを育てましょう。これをで2匹以上だと繁殖していくのかなと思いますので、やりましょう。で、最終のところはこれですね。干ばつの時は何も採取できませんので、ああ、雨降ってきたな、ちょうど。か。で、よしと。生産が全然追いついてませんね。そして、廃材もちょっと場所を変えないとまずいかな。そうそう。よし。炭がいっぱいになりましたね、生産限度。増やすとどうなるんだ。もうちょっと作れるようになるのかな。どっかに、そろそろいっぱいになってきたのでストレージを作りましょう。どれだろう、物流かな。一時保管庫、これを作って、品物を保管していきたいと思います。が足りないな。どうしよう。住居でこのシェルター建てとくかな。よいしょ。ただし木材むっちゃ必要だな。空いてる人数は木こりに回すか。ここら辺の資源も全然足りませんね。ペットボトルがむっちゃあるの、あ、プラスチックいっぱいあるので、どうしよう、金属に回すか。廃材、布か。布の方がいいかな。金属、あ、なんか、あ、金属がなくなったのか。で、一時保管庫ができたので、ちょっとは、蓄えれるのではないでしょうか。シェルターが完成すればある程度家の問題も解決するかな。めっちゃ運んでるな。ここ道がないから道作ってあげればもうちょっと早く行ける感じですかね。
よいしょ。シェルターもうすぐ完成かな。完成しましたね。で、これで人が全員住める状態になりました。不満は出てないので大丈夫でしょう。うん。ヤギもいっぱいだ。さてと、狩猟小屋は、もうこれは狩りしてもらおう。捕獲する必要はないですね。それで足りないのは、木か。木が足りませんね。木こり最大にしてるんだけどな。あと素材もちょっと足りてませんね。プラスチック以外は全然足りてない。もうなんか建物建設装飾品か。装飾品は作っていきましょう。どうしようかな。松明か。松明。花壇とかでもいいか。魅力増えるんですね、花壇は。よいしょ。ここに置いとくか。あ、人口は減ったぞ。こっち側にも置いときましょう。花壇何度かな。よし。いやー、で放射能スーツか。仕立て屋で放射能スーツを作りましょう。布が少ないからな。布大丈夫かな。これによって、ああ、幸福度がもらえるのか。人が減っちゃったので困ったな。食べ物はあるので緑一人いますか。木はあんまり今のところないですね。ツールも大丈夫か。あ、農夫がやばい。放射能スーツを作ってもらって、これが何個でしたっけ。ここか。よし、多分間に合うでしょう。あー、布が足りないな。これでミルクも取れるのか。すごいな。次除染装置のを作っていきたいですね。どうしよう。人の割り当てが難しい。木こりにするか。木を切るのはもうやばいね。範囲がないので、こっちに移りたいと思います。ここを伐採と植林を同時にさせたいので、ここは確かこれですね。採取小屋もあるのであんまりできないんですよね、いろいろと。なので木こりをもうちょっと作っていこうと思います。ただ人がなあ。いけたいけた。ミッションはクリアしましたね。干ばつは近づいてるけど食料とかは大丈夫ですね。これどうなんだろう。初期の人らが死んじゃってるのかな。まだ人増やせそうですかね。あ、でも十分生まれてるでな、子供が。あ、学校とか増やすか。そう、ここら辺で何を増やしていいのかがよく分かってないので、どうしよう。あ、墓地もね。墓地も必要ですよね。墓地作ろう。墓地は住人の不満が出てくるので、作っておきましょう。どうしようかな。こっち側でいいのかな。よいしょ。なんで人はいないんだよね。
炭焼きがいっぱいあるので炭焼きを減らしてこっちにしましょう。でしっかりと全部に道を作っとこうかな。よいしょ。うん、ここらもよくわからんけどつなげとくか。よし。炭焼きはもういっぱいですね。まあしゃあないわ。炭をあんまり使わないのか。放射能スーツから活性炭マスクに変えましょう。スーツもそのうち必要なんでしょうけど、まだ今はやめときます。干ばつきましたね。で雨水を集める装置もちょこちょこ作っていきたいと思います。いろいろと足りなくなってきましたね。狩猟は動物たちいないのかな。ヤギがいるので食料は大丈夫ですね。コミルクはなんだ。ミルクはあるとどうなるんですかね。よいしょ。あ、廃材がないな。葬儀屋で、やっぱりいっぱいなくなってますね。ここにいっぱいなくなった人がいる。悲しいですけどこの人たちを救ってくれ、墓に入れてもらいましょう。で天気は雨なので雨水を貯めましょうね。ちょっと水が危なくなってきてますからね。よし、人口も徐々に増えてきました。どうしよう。資源の方、金属はいっぱいになってきましたね。それでよしと。に困ってはないけど、一応食べ物魚小屋くらい作っとくかな。効率 100%。 少しでも食料を確保しましょう。よいしょ。でまずは安定させることを重点的に力を入れましょう。食料1600ありますからね。ああ、そっか。水の生産は大丈夫。炭の生産も大丈夫かな。ああ、そっか。もう生産できないのか。いっぱいすぎて。こっちの方が大丈夫でしょう。水220と、幸福度がもらえますね。いやー、そろそろ人がいっぱいになってきたな。余ってますので徐々に他も作れるようにしようかな。あー、なんか、あ、そうだ、除染ステーションを作っていこう。よいしょ。除染員を2人入れましょう。あとはなんだ。いっぱいいるな。いっぱいいけますね。とりあえず食べ物の確保をしよう。炭はいっぱいある。で廃材を行かせる。あ、そうだ、廃材の回収を増やそうかな。廃材の回収はまだいっぱいありますね。
うわー、すげえいっぱいあるな。こんだけあれば大丈夫だ。除染のしていきましょう。感じでいいのかな。特に何もないな。ああ、医者とかも必要になってくるのかな。そうすると人口がいる間にしましょう。これは何だ。病院、医療施設、これか。医療施設を作るとこれかな。特にあれですね、特に家の価値が下がるとかなさそうですね。よし、とりあえずここに立てとこう。わあ、人口だいぶ増えてきたな。それで薬草小屋も作らないといけないな。ハーブ小屋ですね。薬草集めてもらいましょう。病院の前に作っとくか。病院の前に置いときましょう、薬草小屋を。わ、増えてきたな、病気の人が。2人当てはめて。早いところ病院作らないとまずいですね。建設の方に人を増やそう。そして防護服がない。防護服がないのか。炭はあるけど防護服はないので、もうちょっと作らないとまずいかな。やばいな、どんどん後手後手になってきましたね。資源をちゃんと見て、あ、ツールもやばいな。よし、ハーブを取らせて、病院はプラですね。あと、いや、まずいな、防護服もない。いや、布がなくなってきたな。金属を布に変えましょう。3つかな、今稼働してるな。4つ目稼働させてもいいぐらいだな。よし、病院もできましたね。よし、いやー、やばい。あ、水が、やばいな。いつの間に水なくなった。いつの間にか水がなくなってましたね。まずい、これはかなりまずいですね。マジか、全然気づかなかった。あと何を回しとくかな。医者と薬草取りに回して、炭はちょっと怪しくなってきたかな。ちょっと回しておきましょう。いや、水がまずい。水が、雨水集積装置も作っていきましょう。いや、やばいな、干ばつきたな。ギリギリですね。やばいな、水の蓄えがこんなにやばかったのは。しまったな、見逃してましたね。どうだろう、いけるかな。ただいろいろなものが足りませんね。まだいっぱいいるでな。大丈夫か。少し作っていきましょうか。まずは素材ですね。
素材を作ろう。布、あ、やばい、水がやばい。雨降ってきた。雨降ってきた？降ってない。やばい、人口がやばいぞ。雨降って、干ばつがまだ終わらないのかな。やばい、そろそろ特訓で死んでいく頃ですかね。わあ、いった、よかった。家を建設しろと。一軒建てましょう。あれ、雨降ってるはずなのに水が足りないな。水がやばいぞ。よし、ミッションは終わった。次は水だ。水がやばいぞ、本当に。人がいろいろ足りないのか。そうですよね、水ですね、水。水カテゴリーのものを作ろう。プラがないな。ああ、仕方ない。井戸を作っとくか。井戸を作ると人が必要なんですよね。なんでできたらこれを作りたいんですけど。プラ。急いでプラを作って、雨水を集めよう。防護服とかが全く足りないですね。金属はもう今はいい。プラだ。全力プラでいきましょう。廃材はある。あとはツールが足りない。人をどこだ、技術職人に回していきましょう。でプラがあと24か。ああ、危なかったですね。雨降ってきたんで、なんとかなりましたね。ああ、3人当てはめないといけないのか。水汲みの人に3人にしましょう。で、あとこれを作れば、ミッションはクリアですね。これはなんか、仕立て屋か。材料が足りないのか、プラスチックが必要なんですね。よし。よし、大丈夫でした。ああ、ギリ間に合ったな。ただ死んだ人がいるので、足りないな。いろいろ足りませんね。どうしよう、医者を減らすか。こんなもんで。とりあえずこれで落ち着くまで待ってみましょう。人口が減ってますからね、今。この人は3人死んでるな。あとこれは、廃材はまだありますね。病院の薬ももうマックスありますので、人でいらないか。あ、葬儀屋が死んじゃった。もう減らせるのが少ないな。生産は止めましょう、とりあえず。水と食料はいっぱいありますね。ろ過もできてるし、炭が若干怪しいな。よし、金属もいっぱいになってきたな。プラもまあまああるし。いや、ハーブがむっちゃあるな。布。
布が今2件ですね。でプラも2あるので、どうしようかな。足りないのを作っていくしかない。人がいない。作らないので、とりあえず建設は減らして生産に回しましょう。うん、よし、布4件か、4件もいるかな。まあいっか。とりあえずこれぐらいで少し様子を見ましょう。水、食料はある。木が少ないな。とりあえずあとこの子たちが大人になるまで待ちましょう。ヤギ、干ばつかなんか近いのかな。もう水がいっぱいですかね。作業エリアか。あ、そっか、これで自分から汲みに行かないといけないのか。人が減った、井戸が減りましたね。さあどうしよう。そうか、給水塔が回収できないのはあれなんですね。集められないのか。ここでか。こっちのやつは集めきれてませんね。ああ人が死んでるな。子供が難しいところですね。子供を増やしたいけど、増やすと今度は食料とかもやばくなるし。何の人が消えてるんだろう。井戸管理に。生産はいますね。葬儀や医者もいる。除染もしてるし、生産キットが大丈夫そうだな。回収も大丈夫そうですね。いや、人が死んでってるな。この子らは大人にならないと無理だな。何もできない。意外にこのバスとかはどうだろう。まだアップデートはできないか。どうしましょうかね。とりあえず人が増えるのを待ちながら、木がやばいな。木がまずいことになってるな。木こりをどっかこっち側に作りましょうか。物流、よいしょ。人は徐々に増えてきたな。木こりを作ろう。木こり小屋と、どうしよう。これでっかい何か作りたいので、こっちにするか。戻ってきましたね。徐々に人は戻ってきた。建設工がいないな、全然。これは除染のやつは限界になったのか。まだ入りそうだけど、どうなんだろう。
放射線量はどうですかね。いやー、そこそこ厳しいですね。これは中だな、放射線量が。廃材はある。人が、建設工が少ないのかな。干ばつきましたね。干ばつで、水と食料はあるので大丈夫だと思います。これなんだ、砂嵐か。建物は被害を受ける。やばい、木の生産が間に合ってないな。伐採モードにしますか。ダメージ受けましたね。そして移動管理人がいない。農夫も死んでるな。よし、プラスチックがいっぱい、金属に変えよう。マスクとかもギリ大丈夫そうですね。薬品は、もうほぼ持ってないんだよな。生産限界。物流倉庫が作れないな。研究か、研究施設が必要なんですね。ああ、なるほど。ここに短縮、水、給水、ああ、なんか人死んだ。こっち側に溜めておけるのか。わざわざこれで給水塔に取りに行かなくていいということですかね。でもどうしたらいいんだ、わかりませんね。こっち側が水取りに行くのに大変だから給水所があった方がいいのかな。一回ここに作っといてみるか。物流業者、食べ物とかもここまで取りに来なくていいっていうことかな。どうなんだろう。こっちも食べ物を取れる場所作っとくか。よいしょ、人手が足りない。あ、木がない、木がないぞ、やばいな。人口も微妙に減り始めてますね。満足度が減ってる。もう仕方ない、家を建てよう一軒。よいしょ、水と食料は大丈夫そうですね。ただ木がなくなってきた。きっと金属か。プラが逆にいっぱいありすぎるな。布をとりあえず3つにこう固めて、ここら辺の金属に固めるか。プラいっかな。プラは今いいでしょう。よいしょ。で、これで水が回収できて、こっち側に水がないので、こちらにも給水塔を置きたいところですね。これなんだ、食料配給所か。増えてきたな。物流業者を2人。
誰か亡くなっちゃったな。釣り人か。釣り人はまあいらないっちゃいらないな。今欲しいのは木こりですね。これなんだ、水のなんかマークついてますね。除染品も、水の管理人がいないのか。いますね。あ、漁師がいない。漁師を増やして、これはなんだ、食料を回せるのがいないのか。いや、また人が足りなくなってきましたね。町としてはこれで作らずに少し様子見ましょうか。落ち着くまでちょっと様子を見たいと思います。人手不足、やばい。回収業者が人手不足ですね。人が微妙に死んでるな。死んでるぞ、困ったな。なんで何が起きてんだ。まあ、医療施設はいいか。なんか分かりませんけど、人がとりあえず大量に死んできました。よし、一本道を通して、また住宅地形を作りたいと思います。どうだろう、今作るべきではないのかな。でもちょっと高齢化が進んできましたね。あ、でも家足りないわけでもないしな。作ればいいという問題でもなさそうですし、ただまあシェルターに人が住んでるなら家に移してあげてもいいか。シェルターにも効果があるかどうかは分かりません。あるんかな。よいしょ。で住居をもう一個増やすか。これどうだ。あ、回収業者、釣り人いない。どうしよう、仕立て工場を減らしましょうかね。これの食料配給がこっちじゃなかったかな。必要なのはむしろこっち側ですかね。どうなんだろう。人がいろいろと足りますね。女性にはいらないか。食べ物怪しいので釣り人にしましょう。しかしこの人足りないのか。布はあるな。金属は足りない。水は大量にありますね。死亡してる人も、あ、いるなぁ。いますね。いやー難しい。次は生産効率は高くなるか。あ、こんな時に干ばつか。いや、だいぶ廃材なくなりましたね。
こっち側に移すか。あれ、これはなんだ、医療か、薬草とかを供給してくださいと。うん、医者がいなくなっちゃった。木こりをギリ減らして医者にしよう。ああ、それでも足りない、診断か。仕方ない、医者を一人回して薬を生産、薬の生産量を増やそう。これで薬草も、薬草がものすごくあるので薬草師がいらないな。女性を一人増やしとくか。急激な人の減少ですね。これはどうなんだ、食べ物とかではないので多分高齢化が進んでるんでしょうね。初期の頃の人らがどんどん死んでるんだと思います。作業エリア、よいしょ、どうだ。さっきは40人前後いたと思うんですけど、もうすでに30人台に減ってますね。よし、増えてきたぞ、徐々に増えてきた。死んでもいるけど増えてきた。で、薬がもう限度まで作ってあるんですけどね、あんまり使われてる気がしないな、薬。で、一時保管庫の方もまだキャパはいっぱいいっぱいあるはずなのにあんまり使われてませんね。やばいな、全然足りねえな、人が足りないぞ。もうちょっと増やさないとまずいかな。よいしょ、住宅地をもうちょっと増やしてみたいと思います。こうにしてみようかな。あ、これた、でもただ単に増やしてもどうしようもないな。またシェルター側から、あ、シェルターの方の立地魅力もオブジェクト作れば増えるんですね。収容人数が5人、3人だからそんなに作らなくてもよかった。あ、人がやばい。生産工場が、技術士がいらないな。葬儀屋は必要だ。あと水汲む人がいないと。あ、でもいっぱいあるな。いっか、炭焼きを増やそう。建設は一人ですね。わあ、気づいたらいっぱい死んでましたね。とりあえず布はいらない、金属作ろう。人いない。これでシェルターも人いないのかな、入れてきたら。よし、とりあえずシェルターは人がいませんね。やばいな、人が、食料とかあるけど全然足りないや。あ、だいぶ増えてきた。出産がようやくですね。ついてきたかな。これもどれも布がいっぱいになってるな。布の生産を100フライ増やそう。
うん、道具系も増え、どうしよう、簡易なら作れるのかな。金属は50ぐらいがマックスっぽいですね。よいしょ、なんかミッションあった。薬の生産か、やばいな、間に合うか。よし、子供がだいぶ増えてきましたね。それはそれでちょっと食糧難が心配ですけど、どうだろう、大丈夫かな。うん、家の数とおそらく人口の兼ね合いがまずかったんだと思います。家がいたんですね、先ほど。どうしようかな、一気に増えられても困るんだけど、もうちょっと増やしとくか。29人30。よし、一気に増えてきたな、本当に。水を生産、炭を生産は大丈夫ですね。木が限界来てるのか。よし、住人がだいぶ増えてきたぞ。食べ物の調整を少ししましょう。そして一気になくなってきたな。し、なんだよ、防護服とか一気になくなりましたね。金属こんなにいらないのかな。それ300増やしていきましょう。100と、マスクと、これか、スーツですね。人が足りない。薬草はまだいっぱいあるからいいでしょう。あとなんだろうな、よし、あとは人が徐々に増えればいいでしょう。19人か、これ一気に来ると困るな。今度は食料がまずそうですよね。水の量はある。こっちにも給水塔が欲しいな。こっちかな、こっち側に給水塔かな。そうしましょう。わあ、人が増えてきた。医者が必要かな。訪問者いるから問題ないかな。よいしょ。よし、人増えてきましたね。ようやく人増えてきた。ああ、やばい。次、マスクとかが足りない。仕立てをマックスですね。だってマックス、井戸はいらないか。しゃ、これはなんだろうな、病気か。分かってはいるけど、牧場をもう一個作っとこう。そろそろ食べ物が2000を切る可能性があるので、減り始めると一気に減るので、ここら辺で気をつけないとまずいですね。次の食べ物のことを考えていかないと
険すぎますね。もう森も大丈夫かな。どこだ、木こり小屋。大丈夫そうか。こっちもいっぱいありますね。木造、あ、人減ってきたな。今の家だと40人前後ですかね。やばい、マスクは全然足りないな。この調子ならどうだろう。見えはいらないかな。いるかな。もう一個ぐらいあっても良さそうですか。シェルターはいっぱいですから14人入ってますね。よいしょ。装飾品置いとくか。動物を捕獲しましょう。他の何かがいいですね。どこだ、カリーはどこだっけな。狩りをする場所はわからなかった。これか。狩りを捕獲しながら狩りしましょう。ヤギがいっぱいだな。ヤギじゃない動物がいいですね。いないのか。見当たらないな。ヤギしかいない。ヤギしかいないな。しゃあない、ヤギにしましょう。よいしょ。で、ここもヤギにしてと。これでよしと。ああ、人口はむっちゃ増えてるな。ちょっと食料系に人を割り当てましょう。あとなんだろうって。相変わらず医療とかがないのか。大丈夫そうか。こっちもまだいけますね。それでは結構今のところ50人前後は、食料もいっぱいあって安定してきたのではないかと思います。ただちょっとここら辺のが足りないのが気になってますが、まあ大丈夫だと思います。それでは今日はこれぐらいで終わりたいと思います。皆様ありがとうございました。